慌てて生まれたばかりの赤ちゃんを抱いて食卓の下に避難したのを今でも本当に鮮明に覚えています。また当時赤ちゃんだった息子も今小学4年生になりまして、もし一人でいた時に災害が起きた場合どうしたらいいかっていうことを定期的に話すようにしています。ちなみにその小4人あの子供お子さん具体的にどんな話をされたりします？そうですね、やはり自宅がマンションなんですけれども、一応免震性もあるということなので、家にいるのが一番安心だよ、安全だよという話をしているので、まあ、避難するとしたら、まず家にいなさいという話をしています。でもどうしても不安なこともあると思うので、まあ、そういう場合は学校に避難しなさい、学校も近いので避難しなさいと話しています。必ずどちらかには迎えに行くので、そのどちらかには必ずいるようにという話をしています。まあ、ここで震度6強とか7とかの地震が起きたらされますか？そうですね、子どもの身の安全がどうなのかっていうのを確認をして、でそれからまあ夫婦で手分けをして迎えに行けるような体制を作るんだと思います。夫婦4人がバラバラの状況にいるっていうのが一番想定される中では不安です。多分電話つながらないんですけど、そうか、公共交通機関も止まったし、うん、実際そうなったらどうしたらいいんだろうっていうのはやっぱりなんか、なんか難しい、想定できないですけど、連絡が取れなかった時ちょっとパニックになるだろうなって思います。そうね、そこは話していくしかないのかな。そうですね、やっぱり日頃から話すのが大切ですね。改めてこうやって話してると気づかされます。そうですね、確かにそう。